吉田久志、吉田久志8月21日から1971年9月20日は、日本の裁判官、貴族院議員、大学教授である。福井県出身。1884年8月21日、福井市佐、吉江上町の八百屋の長男として出生する。番長高等小学校尋常化中退。福井に戻り裁判所の給仕をして、生計を立てていた。 後弁護士の書生をしながら、東京法学院にて学ぶ。1905年に、東京法学院を卒業し、判事検事登用試験に、実績合格する。司法官司法、検事を経て、判事となる。神奈川大学創設者、米田義盛が1927年の、神田西旗町の近所中学校の校舎の一部を借りて、巡査及び監主に、民事法学及び、 刑事法学の一般を授けることを目的とする特殊学校を始めたが、当初より、吉田久氏は、林良三郎からの移植で、同僚、西川和夫と民事法を担当して、学生の指導に当たった。翌1928年には、横浜駅側のコンクリート建物桜木会館2階に移転し、横浜学院と称し、 1930年には六角教に移転。1942年に母校中央大学の教務が多忙になったので教授職を退いた。1942年に行われた第21回衆議院議員総選挙をめぐって提起されていた選挙無効訴訟において1945年3月1日、大審院、第三民事部の部長判事だった吉田は、 鹿児島2区の選挙は無効とする判決を下した。同事件の審理に際して、吉田は4人の賠席裁判官とともに、鹿児島へ出張して、鹿児島県知事の鈴木田ダビ長を含む187人もの、承認を尋問しており、この出張尋問は、大審院内部でも、総挙と評された。なお同判決の判決原本は、東京大空襲の際に消失したとされており、 大審院民事判例集にも搭載されておらず、幻の判決文とされていたが2006年8月、最高裁判所の倉庫で61年ぶりに発見された。翌3選挙無効判決宣告の4日後、吉田は司法大臣松坂厚生に辞表を提出し、裁判官を辞職した。その後は大審院判事在職中より出向していた。 中央大学の講師を続けていたが、終戦時まで危険人物として特攻警察の監視下に置かれていた。戦後は、鳩山一郎の推薦により、日本自由党政務調査会顧問に就任し、同党の憲法改正要項中の司法権に関する規定を起草した。1946年8月21日には、貴族院議員に直選され、 参議院議員選挙法の立案などに携わる。翌年貴族院の廃止により議員を退任した吉田は中央大学に復帰し教授として迎えられる。60年安保の当時、吉田は大学院の研究課長をしており安保闘争に学生が参加することについては批判的な意見を持っていたが、指導していた院生の吉田豊が読んでいた朝日グラフに座り込みをする学生を殴打する。 警官隊の写真が掲載されているのを見て、法学部に貸し切りバスを呼んで、学生も教員もこれに乗って国会に行けと言ったという。吉田は思想的には保守派に属していたが、戦時中の体験から権力の横暴やファシズムを嫌っており、いかなる思想も暴力で弾圧されてはならないという心情の持ち主だったと吉田豊は解雇している。中央大学退職後は、 千葉商科大学で教鞭をとる。1971年9月20日に老衰により、日本大学附属病院にて生居。87歳坊津。墓所は青山霊園にありする。ありがとうございます。